どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会。人は話し方が9割へー <laughs> !10 割。ありがとうございました。来ましたよ。話し方が9割っていうね。 これあの、似たタイトルの本ありましたよね。伝え方が9割っていう本ありましたよね。であの、僕本屋に行ったらね、この本、人は話し方が9割っていうのは、うん、めちゃくちゃ売れてるんですよ。いやいや、まあ、伝え方が9割もベストセーラーになって、話し方が9割もベストセーラーになる。ちょっと、便乗本なんじゃないなんて私思ってたんですよ。ただ、この本読んでみたら面白いんですよ。 画期的なね、あ、私、伝え方が9割の動画もね、もうやってるんですよね。その上で雑談力とか、質問力とか、そういうのもやってるんですが、いや、この本はこの本でこれ価値があるんですよ。これね、びっくりしました。やっぱりね、話し方が9割、ねえ伝え方が9割の本読んで、雑談力やって質問力もやってんだからもう完璧でしょなんて思うかもしれないんですけれども、あ こういう視点もあったのか。じゃあ余計に補強できるなと。今までの授業をおさらいして共通のところもありつつ補強してですね、より自分の中でですね、落とし込むことができたので、今回それをお伝えしたいんですね。え、この人は話し方が9割。もうね、人間関係、仕事、恋愛、お金、パートナー、全部うまくいくよと書いてあるわけですよ。ね。いや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 、中田さんと。 ねえ、YouTube 大学でご機嫌にいつもこうやって喋ってますけども、まあ、お笑い芸人さんでしょうわー喋るこの技術がないんですわ、口下手なんですわという皆さん。これ実はね、大前提が面白いですよ、この辺。この本。ね。実はこの話し方、皆さん一番間違えてるのがイメージ。ね。この本を読んで、うわー読み終わった後に急に流暢にね。 みんなの前で喋れるようになっちゃって、テッドトークなんか出ちゃってですね、最終 iPhone のプレゼンテーションしちゃうみたいな、そういうイメージ。そしたらみんながスタンディングオベーションで、あの人のお話聞いてると涙が溢れて止まりませんみたいな、そういうイメージが間違ってる。何もかもが間違ってるっていうことが後でわかります。今皆さんこの本を読めば、もう、もう止めどなくね、流暢に喋って、そしてみんなを感動させて、 ものすごくお金は稼げたし、モテモテであるという、そういう未来をご想像している皆さんは根本から間違ってる。なぜなら、この話し方というのの本質はスキルではないって言うんですね。流暢に喋れる、例えばアナウンサー、芸人さん、話し方、そういう人たちの話し方というのは、全然いらないもんなんですって。いらないよって言うんです。 それはプロの方がそういう技術を見せる場所ではいいですよ。だけど皆さんが本当に欲しいのって何ですか大観衆の前で iPhone をプレゼンテーションすることですか違いますよね。近くにいる家族とか友達から好かれたい。そうです。もう一度、この全部うまくいくの全部をもう一度イメージし直してください。すぐそばにいる近しい相手に 嫌われたくない。ギスギスしたくない。そういうことですよね。このビジョンをもう一度確認してください。その場合、実はスキルより大事になるのは、メンタル。徹底してメンタルです。これから一切皆さん、私はそんなスキルがないのでというマインドを取っ払ってください。徹底してメンタルです。そうなんです。この本は完全なるメンタルにフォーカスした本なんです。 めっちゃ優しいです。だから、スキルがないあなたも、口下手だと言われたことがあるあなたも、絶対大丈夫なんです。なぜなら何の努力もいらないんです。なぜならスキルではないから。じゃ、メンタル、やられちゃう場に行くと、誰もが口下手になりますって言うんですよ。例えば、緊張する場所。ねえ、高圧的な聞き手がいる場所。嫌ですよね。おい 我が社では何ですかポンコツしかいないんですが、業績が赤字続きの我が社を救う、そんな画期的な企画を出せと言ったのにもかかわらず、A 君、B 君、C 君、全員ポンコツの案しかないみたいです。来月の給料が楽しみですねそれでは、続いてプレゼンテーションをどうぞって言われたのこれ地獄ですよね。 へえー、どうしよう。へえー、どう、ね、<laughs> すいません、ちょっと、昨日、寝不足でちょっと、フルコンディションじゃうるさいな。寝てこいよ。寝てるみたいな顔してんだからさ。どうぞ。<laughs> これ、地獄ですね。つまりですね、ここは安心できないという場所では必ず人は、 口下手になりますよ。ということですよね。逆に、すっごい親友とか、もう、もう大好きな恋人とかの前で、ね。これもう慣れてるよっていう場所の前で、好きなものについて話す。ね。昨日見たさ、ね。アニメ最高に面白かったよとかっていう時に、緊張して言葉が出てこないっていうことないですよね。 そうなんですよ。好きな人に囲まれて好きなことについて話すときっていうのはもうめちゃくちゃリラックスしてるから、もうそれはそれはですね。ねご、ご機嫌に喋ってたでしょねもうご機嫌に喋ってたわねなんて言われてね。もうなんとか五点だったわねなんて言われてね。いやーみたいなね。いや、そんなにリュウチュ喋ってましたからそういうことがあるわけです。それを逆。つまり、皆さんが足りなかったのはスキルじゃなくてメンタルだった。 じゃあどういうメンタルかそれは否定しない場所にいますかそれは頷いてくれるっていう人はいますか明るい言葉やプラスのポジティブなことについての話題を話してさせてもらえてますかここが大事。つまり本当に必要なのはあなたのスキルではなくあなたが話すときの全工程の環境づくりだったんです。 全皇帝の環境さえあれば喋れるんです。いや、ちょ待てよと。ね。いや、そんな場所、パラダイスやないですかと。いくらかかるんですかと。ね <laughs>。キャー、部長さん素敵って言ってくれる、その全皇帝の場が欲しくて、わしはキャバクラに行っていますというね。わ,わけのわからない、そういうの高額ななんかわ、その、その、仮そめの場が必要なんじゃないって思うかもしれませんね。 でもそうじゃないんです。誰しもがこれ今パラダイスだと思ったでしょそうなんです。だからあなたがそれを作ってあげなさいっていう本なんですよ。うわそうなんです。この本いきなりマインドチェンジになるんです。 いきまずこの本を読む人は自分が話したくて話したくて話したらうわぁあの人ジョブズかもギャーモテモテそういうの考えてましたね違うんですそういう風うに誰しもがなりたいのであればそういう風うにしてあげたらいいんじゃないあなたの目の前の人にっていう本なんですうわお全部 うまくいくように誰かをしてあげれば必ず好かれますよっていう本なんです。はい。これはもう僕もね、足元救われましたね。もう僕もね、まだまだ喋りたいって思ってたんですけどね。違うよと。あなたが聞くんですと。そうなんです。人間の大原則。これ他のコミュニケーションの本でも啓発本の本でも必ず出てくるんですが、いつも忘れてしまうんです。 それをもう一度ここでおさらいしましょう。人間の大原則、それは、最も自分が興味あるのは、誰もが自分のこと。そうですよね。あなたがよく知らない山本康介さんの今年の運勢について、今から話します。 あの、聞きな、聞きたくないです。聞きません。私がよく知らない山本幸介さん。それ有名人でもないんですよね。そうです。栃木にお住まいの公務員の方です。ああ、いいです。一年の運勢絶対に聞きたくないです。あ、わかりました。じゃあ、あなたの今年の運勢は聞きたいです。それを聞きたいです。何が恋愛運が。わかりました。では、あなたの恋愛運の話の前に、 山本康介さんの今年の恋愛いらないです。山本康介さんの恋愛の話一切いらないです。知らないから。うん。で、あなたのご友人の、いや、それも、ご家族の、いや、それも、あなたの聞きたいです。僕のだけ聞きたいです。すいません。僕のだけお願いします。これがやっぱり人間の本質ですよね。 誰しもが自分の好きな人ってのもいるけど、その人がどうなるかっていうより自分がどうなるか気になりますよね。だってそうですよね。グループで写ってるんですよ。4組ぐらいのカップルで行ったんですよ。そのグループ写真で写真が見るなんて言って。こんな風に撮れたよ。見るなんて言って写りを気にするとき、自分が一番大事にしてる子供やパートナーの写りがいいかなって、まずチェックする人手を手挙げてください。 タイムです。地球上で1人もいないんです。地球上で自分の写真の写り以外の誰かの写真をいきなりチェックする人間は地球上に1人もいないと言われています。誰しもが写真をグループショットで見たら、まず自分の顔を見て自分の写りを気にするんです。そして自分がうまく写っていたら、ああ、この人腕のいいカメラマンだといい。うまく写っていなかったら、何というカメラを使ってるんだ。こいつはというふうに思うわけですね。 つまり、自分のことが大切。第二原則、そんな自分に興味がある上で自分のことを分かってほしい。そして認めて欲しいそうなんです。<laughs> 自分のことを理解していない。あなたは誰ですか？っていう人は嫌ですよね。ああ、あなたのことは知ってますよ。普段からこんなことやってますよね。と言って知ってるんだ。分かってるんだよ。しよしよしその上で。すごいですよね。 よっし、ゃ、こうですよね。分かってた上で認めないやですよね。あなたはもう、よく知ってますよ。ね。おいたちの頃からこう。ね。その後、中学ではこうで、高校ではこんなことをやってきて、今はここにお勤めで、こんなことを頑張って、一生懸命取り組んでなさる。それは私は思うに、すべて無意味です。って言われたらもう、この野郎と。すべてを否定してくれたら、この野郎と。全部を入念に調べてあげく。全否定か、この野郎と。 ね、wikipedia で全部、全部調べた上で何を全否定してくれたの分かった上で認めとけよと。分からずに認めるのも嫌ですよね。えー、っと、よく分かりませんが、天才です。あこいつは信用できないなっていうことですよね。つまり、両方欲しいんです。皆さん、自分に一番興味があり、分かって欲しくて認めて欲しいんです。そして、分かってくれる人が大好きです。そうですよね。 だって分かってくれて認めてくれてんだもん。それは自分に一番興味があるんだから好きになりますよね。そうなんです。人は話し方が9割。皆さん、話し方を改善すれば必ず人に好かれるようになります。そうですよね。最初の目的はジョブズのように iPhone を売ることではなくて近しい人に好かれることでしたよね。絶対に好かれたいんですよね。絶対に好かれたいんですよね。だとしたら この大原則を逆に使うんです。そうなんです。絶対に目の前のあの人もこの人も絶対に自分に興味があり、絶対に分かってほしくて認めてほしくて、そして分かってくれる人を好きになるのだとしたら、絶対に分かってあげて認めてあげてください。そうなんです。なんと、人は話し方が9割。この本は、話し方とは聞き方ですというお話であります。つまり、 流暢にジョークを飛ばして、ユーモアを交えて、そうやって人を虜にすればいいのさ、思ってた。だけど、人は笑わせてくれる人よりも、笑ってくれる人が好きなんです。笑ってほしいんです。ね。一緒に笑ってくれる人が好きなんですよ。というですね。 おーいいつジョブズにしてくれんだよジョブズなりたかったのにという人は永遠に好かれないということなんですよ。そういう強烈な事実をもう一度我々は突きつけられるんですね。我々はいつだって、今日この動画を見た後だって一回寝て起きたらもう一回ジョブズになりたいんです。 そして iPhone をバカ売れさせた後、も、持てたいんです。ね。全員が。地球の全員が。だけど、地球上の全員がジョブズみたいになりたい。ものすごい流暢に喋って、何かをバカ売れさせた後、大金持ちになってモテモテになりたいという夢を全員が持っているということを、本当の意味で理解した人間だけが、人から愛されることができるというお話なんです。なんだかもう、偶話みたいですよね。 みんなが同じものを欲しがってるので、それをあげたらいいという話。じゃあどうするか。ここですね。聞き方。これが難しいんだよと。これやりました。いっぱいいろんなのでやりました。しかし今回の本はなんとこの聞き方をかなり具体的に教えてくれます。その名も拡張和法です。和法って言うから自分がすごい喋るんじゃない拡張しちゃうんじゃない自分を拡張しちゃって。 喋るんじゃないと思いきや違うんです相手の話を拡張する方法なんです。これ面白いんですよね。まず第一に、簡単、びっくりする。そこから第二、第三、第四、第五、この流れ。私ね、この、継承力をね、発揮すると言ってですね、もう、本当対談の動画でもね、参考にさせていただきました。 もう何をう,そうね、中田はね、ずっと芸人だから上手いんでしょ話聞くのも喋るのもって思われる方多いんですね。そんなことないです。むちゃくちゃ聞くの下手でした。その記録が残っています。それが私がこの YouTube 大学現在300万人登録ね、ありがとうございます。20万人登録でね、大喜びしていたあの頃、ね、20万人登録者に行ったことでですね、僕の相方を呼んだんですね。 で、ありがとうなんて言ってん、ね、で、このホワイトボードの前でですね、いや、ありがとねなんつって、自分を居合わせるために呼んだ上でですね、今日は相方の話聞いちゃうぞって言ってて、ね、何をしたかというとですね、ほぼ僕が話してたっていうね、地獄のような回があるんですよ。相方、これですね、との対談、ぜひご覧いただいてですね、その後、エクストリームイノベーターと言ってですね、あの堀江貴文さん、 堀モ門とですね、野外で、野外で喋ってるっていう対談。これもご覧ください。えー、あの堀モ門を呼んでですね、なんか有用なことを聞かなきゃと。力みすぎた私はどうしたかというと、堀江さんの話を遮りに遮り、堀江さんの機嫌がだんだん悪くなるという動画が残っています。えー、これが50万登録者記念あたりの頃ですね。 なかなかに責任を帯びてきたチャンネルにおいても、私はそんな失態を晒していたんです。芸歴が14年超えてる頃ですね。芸歴を14年超えて、喋りのプロとしてやってきた人間も、 正しい知識がないとこんな目に遭うというのをぜひご覧ください。そしてその後、私は、傾聴力。ねこの話を聞くんだとかやってって。そして最新の私の傾聴力が発揮されたのが、ガクトさんとの対談です。藤森くん、そして堀江さん初回。それを見てから、ガクトさんの対談を見てください。別人です。人は何者にでもなる。いつか私はそう思ってる。 ね、聞いてるんですまずね簡単驚くんですねはあそうマレーシアに住んでるんですねこれですねマレーシアに GACKT さんお住まいなんですねとこれのリアクション悪かったら嫌ですよ俺はマレーシアに住んでるはい盛り上がらないあはい <laughs> これ一番盛り上がらないですね。やっぱり、リアクションがいい。だから、カジサックさんの動画とかね、伸びるんですよ。カジサックさんすんごい聞き上手でしょ。今回は来てくれましたチュートリアの徳井さんでーすフットボールの後藤さんでーすラインディーラインの岡村さんでーすいやー、もう本当にありがとうございますっていうところから入って、いやいや、あの時大変だったんよ。ええー そんな大変だったんすかーってなってるでしょタオル巻いてね。あれのパワーすごいんですよ。あれって動画で見てると、んまぁそんなもんかって思うかもしれないですよね。だって僕自身、最初にカジサックさんと対談した動画、これもカジサックさんのチャンネルに残ってます。私はまだですね、その時 YouTube を始めておらず、 えー、カジサックスさんをですね、ラジオで軽くディスって不仲になったので、仲直りのために呼ばれるというですね、最も歓迎されない、えー、カジサックスさんのチャンネルへの出方をした唯一の芸人です。えー、私が出た時ですね、えー、革ジャンを着てですね、えー、仏頂面の髭面でした。はい。<laughs> ものすごい地獄のような状態で出た。そこでびっくりしたのがカジサックスさんのそのリアクションデカさなんですよ。 芸人でもびっくりするんですよ。正直、芸人さんでも、あまりにもね、リアクションが大きいと、ちょっと不自然になるんじゃないかな、なんていうトレンドがあって、なんかしれっと聞くみたいなのがあったんですよ。でも、YouTube でのカジサックさんはもう全力ですよね。いや、そんなに頑張んなよって芸人がいじりたくなるぐらい頑張ってたんですよ。でもそれが YouTube で非常に良かった。いや、YouTube じゃない。いや、これ出たら気持ちいいやつやん。だから出るんですよ、いろんな芸人さんが。 そうなんです。すごいこと。まず簡単にする。これ、びっくりマーク、クエスチョンマーク、ハートマークを自分の中でイメージしてくっつけるイメージで言っていただきたい。書いてあります。この本には。その上で、皆さんが思っている10倍でやってくださいねって言うんですよ。マレーシア住んでるんですかいますそんなタレントさんいます普通日本ですよ。マレーシアかって。 驚きこれね、簡単に入れましょう。その上で、反復。オウム返し。これね、間違えたら、ちょっと違うからってなります。これ、オウム返しって、いや、ロボじゃねえんすからって思うじゃないですか。いや、違うんすよ。俺人なんすよ。その上で、聞き上手って思われたいんですよ。だから、 その人が言ったのを咀嚼して全然違うワードに切り替えて俺なりのフレーズぶちかましたいって思ってますっていう人。やめてください。あの、<laughs> おとなしくオウム返ししてください。えー、このオウム返しができなくて、えー、だんだん和者の機嫌が悪くなるの動画で有名なのが僕と堀江さんの最初の野外の対談です。はい。堀江さんに自分なりの咀嚼を、えー、ぶち込もうとして、うん、そうじゃなくてって何回も言われてるのがその動画です。 うん。そういうことじゃなくてって言われるんですよ。あの、オーム返しの場合、そうじゃないわけないんで。そうじゃないわけないんで。俺、朝さ、毎日パン食うの。ああ。ま、あ、つまり、ご飯派じゃないってことですね。いや、そうじゃなくて。いや、単純にご飯も食うけど、あの、好きだけど、パンを朝食ってるってこと。っていうふうに言われることはあるよね。だけど、いや、俺、毎朝、毎朝パン食ってんの。はあ。 簡単ですね。簡単をお待ずします。はぁーえ、毎朝パン食ってるんですかそう。え、そうでしかないじゃない。だって、パンパン食ってるって言ったら、毎朝パン食ってるって言うんだから。それをご飯派じゃないんですね。パン派なんですね。とか、謎の解釈して、いや、そういうことじゃねえんだよ。二元論じゃねえんだよ。とかってね。 いや、毎朝パン食ってて、その上で、俺、毎朝、ジョギングすんのね。あ、スポーツマンなんですね。いや、スポーツマンじゃねえんだよ。俺、めちゃくちゃインドア派なんだよ。だけど、ジョギングはする男なの。俺、スポーツマンって言われたことないんだよ。あ、そうなんですか。だから俺毎朝、ジョギングすんの。毎朝、ジョギングすんのね。そう。そういうことなんですね。なので、おとなしく、オウム返ししてください。はい。反復です。でも、そのことによって、あ、効いてるんだな。だから、愛の手ですよね。 愛の手入れてるんですよ。カラオケでも、いい感じに愛の手入れてくれる人いいじゃないですか。もう自分が気持ちよく歌ってて、こう、いい感じでね、こう、マラカスとかシャンシャンシャンとかね。それがうるさいやついるでしょシャンシャカシャンシャカシャン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 ってサビで前に出ちゃったりして、その上でなんかサビ、ハモっちゃったりして、うるせえなっていうね。それ愛の手じゃねえんだよっ前出てくんじゃねえっていう。そう言ったら、マラカスを鳴らすって作業ですね。その上で3番、ここから大事。共感なんですよね。 わかりますよーって。そうですよねーって。寄り添うなんです。なんでって全工程だからですよ。全工程の環境づくりです。いや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 でも否定したい時もあるんですよ。俺ロボじゃないんだよねっていうね。<laughs> ロボじゃないんでぜの皆さん。ぜひお黙りください。なぜなら、あの目的は好かれたいんですよね。 そうなんです。あの、間違えちゃいけないのが、あるがままに生きたい、揉め事があってもということじゃないです。人は話し方が9割を読み始めた時の気持ちを忘れないでください。人に好かれたいんですよね。これなんですよ。ね。俺ロボじゃないんでじゃないんですよね。はい。なので、共感しましょう。これは、要するに、エチケットなんですね。相手の方がこう思ってる。この大原則を受け止める側になるぞ。 キャッチャーになるぞ向こうがピッチャーなんだぞっていうことを表すパーンナイスボールですね。はい。スパーンミットが鳴りましたその上で、ストライクボール投げて、ストライクが響き渡って、ナイスボールですね。はい、これです。共感します。ああ、毎日パン食べるのいいですよね。こうなるわけですよね。毎日パン食べない方がいいかもしれないですよ。 自分はご飯か、ご飯かな、ご飯派なのかもしれない。でも、いや、た、毎日食べたことはなかったですけど、いや、いいかもしれないですね、とか、共感します。寄り添います。その上で称賛するんですね。いや、でも、それを自分で、そのライフスタイルを自分で作ったって、すごくないですかね、称賛しましょう。この時、ね、かける自由してくださいって言うんですね。いや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 。俺、 マジでリスペクトしてるときはリスペクトの表明することやぶさかじゃないですけど、マジおだてるとか、腰巾着的な真似、やめたいですっていうあなた、ぜひお黙りください。あの、読むときの気持ちを絶対に忘れないでください。好かれたいんですよね。はい。でもここでね、 プレッシャーをかけるわけじゃないんですよ。これをね、こういう拡張法とか聞くのが大事っていうお話になったとき、なんかおんチャラ使って嘘ついて持ち上げてるみたいに、そういうふうに思う方もいるかもしれない。でも大事なのはここなんですね。苦手な人とは話さなくていいですよって。つまり、好かれたい人に対してやることなんですよ、これはで。全人類にやれって言われてることじゃないんですね。あなたがもしも好かれたい人がいて、 その人とのコミュニケーションを円滑にしたいのであれば今まで自分がとうとうと自分のセールスポイントをアピールしてきたという過去を振り返り私を好きになってだって私はこんなにすごいんだから俺を好きになってくれよだって俺にはこんな実績があるんだからという時間を相手を称賛したり共感したりする時間に使いませんかっていうお話なんですわけのわからないもう大嫌いなこんな ああ、何々か。私の話を聞きなさいっていう人に対してい、いよとかいう、そういう世界観にすぐなりがちなんですけど、そんな現場に彼は帰ってください。あの、いち早く帰ってください。その上で、あなたが大事にしている、そのパートナーが、もっと気持ちよく、自己肯定感を上げて、あなたに心を開いてくれるようにするにはという前提をお忘れなきようお願いします。ねえ。 称賛するんですよ。すごいじゃんめちゃくちゃすごいよだってさそ、そんなに頑張れないよ人って。でもそんな風に頑張ってるんでしょ毎朝ジョギングしてるんでしょすごいよすごいことだよね俳優になりたいんだもんね。だから体作りが大事だって。それでた、縦も習ってる。すごいじゃん縦なんて俺やったことないぜ。その後です。質問ですね。 はい、綺麗な流れです。盾なんて俺やったことないぜ。盾ってどういう風うに習ってんのこれですよね。どういう風に。いや、これをね、俺もさ、びっくりしたんだよ。最初からさ、刀持たせてもらえると思ったの。でも違うんだよ。最初はまず正座して、気持ち整えることからなんだよ。ええー。いきなり持たしてもらえないの反復。え、それ結構ビビるよね、共感。 え、でもそこにさ、ちゃんと向き合ってるわけでしょ。すごくない賞賛。え、そのさ、マインド整えた後はどうすんのもっと聞かせて面白いから、えー、聞きたがるじゃん。じゃあ言うけど、その後刀握らせてくれると思ったら、次握らせてもらったのが、棒なのみたいな。棒みたいな。そういう、これ気持ちいいコンボですよね。 実はこのコンボ、1ミリも隙ありません。1トゥーザ e 5、1 to t h これをぐるぐる回すだけで,ですね。もうどんどん相手の話、広がります。はい。ものすごい流暢に喋んなきゃいけない。どうにかしなきゃいけない。おもてなしの気持ち、うん、どうしよう。大丈夫。この5個。これに慣れてください。えー、でも、急に共感とか賞賛できるかなそういう方のために落ち着いてください。 なんとですね、ここ、面白いのが、共感や賞賛に対して、適切な言葉っていうのはね、結構あると。それはね、さすがですね、とかね。やっぱりあなたってすごい人だよね、とかね。いろんな言葉があるじゃないですか。そういう、いや、そんなのは見たことがない、とかね。そういう言葉に対して、リストのようにですね、自分で、紙に書いといてください。使える言葉。 そしてそれをですね、トイレと寝るときの天井に貼っといてくださいって言うんですよ。そこまでやるそこまで、その、英単語以来よ。高三のときの,の英単語以来の扱いだよ。それ言葉に対する。だけど、これいいなと思ったのが、そういう毎日って別に苦じゃないじゃないですか。トイレに貼っとくだけですから。でも目に入るでしょ。さすがですねとかっていうのは頭に入るでしょ。 無意識レベルで聞く力養われるって言うんですよ。なんか会話に困ったらそれが出るんですよ。つまり、会話に困った時にボール投げようとしてませんでした。なんか、あれどうしよう。な、何言っていいかわかんない。この前あった面白い話、行かせていただきます。これですよね。この前、この前、タクシーに乗った時にハ,ハプニングが起きた、その面白い話、行かせていただきます。<laughs> 俺の話なんだけど、ってこの逆転しちゃうんですね。 そうじゃなくて、あ、困ったっていう時に、この、共感や賞賛のキーワードリストが出てくるような体になれば、常に、もう一丁っ,って言えるわけですよ。俺から投げようじゃなくて、あ、はい、もう一丁っ,って言って、ポンいいねナイスボール次は、カーブ行ってみようみたいな感じでやると、キャッチャーであり続けられる。この、この癖づけがすごいんですね。 自分の中で、あいぼいぽーンってやるのがですね、すごくいいんですね。ここを具体的に書いてることで、非常にこの本、信頼できるなと、私は思いました。はい。その上で、大事になってくるのは、この簡単とか称賛のかける順のところですよね。このかける順が、いや、なんかちゃんとできるか心配だっていう方多いと思うんです。そういう時に意識してほしいのが、実は、表情って言うんですね。それも、顔だけじゃなくて、声や体全体の表情。これを皆さん見落としがち。 悩み相談だろうが雑談だろうが全部うまくいきますこれができてないとですね人はすぐピッチャーになります悩んでんのねパンはいじゃあ俺の最高にありがたいアドバイスうーいっちゃいますこれですね <laughs> い,い投げるなとウェブコミュニティプログラス